アナデジェズスマリアデブラガンサは、ポルトガルの王族。ポルトガル王女アン6世とその日で、スペイン王カルロス4世の娘であるカルロッタ・ジョアキナ、の間の末娘。全名は、アナデジェズスマリア・ルイザ・ジョアキナ・ミカエラ・ハファエラ・セルブラ、アントニア・シャビエル・デ・パウラ。アナデジェズスは、父の死の翌年である1827年12月5日。 ポルトガル貴族のロレ公爵布、ジョジェセベロデメンドーサデモラバヘトと結婚した。結婚式は、アジュダ宮殿で秘密結婚同然の状態で挙行され、スキャンダルとして取り沙汰された。アナデジェズスの伴侶である、ロレ公爵は、ポルトガル王家と非常に遠いながら、血縁関係にある貴族だったが、ポルトガル王の娘が王族身分でない男性と結婚することは中世、以来の出来事だったからである。 この結婚はおそらく政略的なものでも、また駆け落ち込んでもなく、婚前妊娠していた、アナデジェズスの差し迫った出産に間に合わせるために、母カルロッタ・ジョアキナが、お膳立てした結婚だったと考えられる。アナデジェズスは、結婚式から22日後の1827年12月27日に、ロレコーとの間の第一子を出産している。 1831年に穴でジェズスのすぐ上の兄、ミゲル一世が、ポルトガルの支配権を掌握して、絶対主義政権を樹立すると、ロレ公爵夫妻は国外に逃れて、ヨーロッパ中を転々とした。公爵夫妻は間に五人の子供を設けたが、結局1835年には事実上の離別を選んだ。穴でジェズスは夫が公爵に昇釈する前に亡くなった。 ありがとうございます。